って風の子の最初のヤムチャのチームも、いやヤムチャも相当バカにされてた、相当、いや風の子さんのチーム火力ないですよって永遠にサイクロプスに言われてて、本当 CEO 勝ったら風の子っていうね。なので、まあ、自分の信じるものがあったらそのまま突き進むのがこのゲームの正解ではないかと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。そう、実況にしますか。買いますね、ここでも。見ていきましょう。さあ開幕は取り取って竹馬戻るが、うまい。ウミンチュの青年がうまく空対空を当てて捕まえてるぞ。さあフレーム消費から防衛の仕込みを当てて、さあ固める固める。しかしタッチのガードは硬いぞ。タッチ感はかなりガードは硬いことで有名有名ですが、素晴らしい、うん、ちゃんとバーニーにはバリンを見てから返すと。反応もいいですね。さあどうする、うん、今のところ海地さんが空対空をうまく当てて攻めていく。またフレーム消費から青年のいいところ出てますね、空対空。そうですね、しかし太刀のいいところも非常に出ている。ガードが熱帯なのにもかかわらず硬い。熱帯でも硬いのは素晴らしいですね。さあこれはですね、これで置き攻め強力です。あ、強制交代は今の暗い逃げっぽいですね。暗い逃げの選択ですね、海地さんは。そして 2D を見てから、おそらく見てからでしょう、対策です。スーパーダッシュで返していき、ここは3ゲージ、置き攻めはどうする。さあ、ここ強力ですよ。裏でしたね。めくりジャンシーにはたまらずスパーキング。さあ、今も暗い逃げっぽいですね。当初のやり込みが見えますね。そう、かなりいいです。いいプレーが光ってます。やり込んでおります。さあ、ここはちょいダッシュミスですかね。これはあ、どうだ、倒しきれるか。いや、これかなりゲージがたまるんで、3ゲージいけば。行けばというところですが、とギリギリ補正がきつい。ここさあタッチが追えてる、美味しいぞ。どうなる。さあ状況これ5部ですね、全然わかんないです。さあレベルを上げてどうなる。あー見えない。さあフリーザー社やはりみんな慣れてないのか、あのようにね上を入れてしまって、あっ食らってしまうんですが、ちょっと連動出ましたね。連動青年のやはり使いたての連動がちょっと出てしまったか。そしてその隙を見逃さずにリベンジャーさんが決めていくのはウミンチュのバーダック。まあ、互いコンボ行こうとしてたんですけどね、確かも、ね、狙いはしっかり意識高かったっす。ここは交代うまく通していく。さあどうする、体力がない。あー今のゲージがない。ハードオビは素晴らしい選択ですね。ここは気弾を当てて、さあどうする、そうするかな。これ交代したいですね。行きますね。ああっとそっち青年を出すが、あすごいすごいすごい、どこへ行くバーダック。あれ結構漏れるんだよな。さあどうする。さあジャンペを出してくガード、ボシーからフリーダッシュがリフレクトで切り返していく。と今の釣りですね、フリーフレーム今のフリーフレームなんで、はい、青年をちょっと遅めに呼んでましたね、ウィンチさん。遅めに呼んでそこで相手に手を出させる、タッチから反撃誘ってましたね。なるほど。さあそういった間に21号が先方戦2番手消費。さあ青年アシストの使い方もかなり連動入ってますね。出してきましたよ、ラス1フリーザ。立川、立川といえばこれフリーザ。しかしゲージがないな。ゲージかスパーキングが欲しいですが、何かが欲しいが、さあどうする。おお、うまい。今ビアルキしちゃうんですかね。立川これうまいんですよ。ちゃんと相手のジャンプを見てからビアルキで、あ、これある、全然ある。位置を入れ替えた後にコパン当てていく。これありますあります。あら、スイッチ力、使い込み力出てますね、これは。立ち回りが強いんだよね、フリーザやっぱ。この、これ、これ。これ、なんか裏と見せかけた表みたいな。あれ、バニーに見えちゃうんですよね。あー、なるほど。さあ、ネタを踏んだり見せていくぞ、立川フリーザ。さあ、どうする。さあ、2D か。2D が飛び防止ですかね、これは。そうですね、相手の飛びを引きずろろす役目持ってます。かなり立ち回り重視ですね。さあ、軽打 A から触っていく。そう、ほとんど被弾ないっす。素晴らしい。やはりラス1力あるのかこのキャラは。いざ。さあそしていざキエンザが攻撃を食らうと帰ってこない。ちょっとウミンスさんも戻ってくるのかなって。さあ俺もびっくりしましたね。元スね、元が戻ってきたんで戻ってくるのかなと思ったんですが一瞬止まって何も来ないの確認してからまたコンボするという。さあどうなるんだ。3ゲージない。お、今の中断でしたね。ああ、へえ、そういうネタすか。かなり珍しいですね、中断の最後だけ当てるっていう。結構早い、意外と早いですね、多分油断してると食らっちゃう。よくガードしましたね、確かに。多分初見だろうけど。素晴らしい。あ、入った。お、ここはやり込み。さあフリーザがキエンザこれいったか、ギリ足りないか。今すぐ黙らせてやるんですが、だだ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 、うまい、すごいですね、ちゃんと。さ
サイヤのスカリに D を当てていくと、これフリーザルクありすぎか、これどっちが勝つか分からないですよ、分からない、まだ分からない。あ、立川ゲージが欲しいぞ、ぐわっ危ない、厳しい。さあどうする、ちょっと無敵さが怖いぞ。あ、出た出た、画面を見てる人ほど食らってしまうのか、このおっと、これは今補正切りですね、補正切りに行きましたね、ダブルアップ、素晴らしい。あ、え、負けんのね今結構早めにスパダ出したのに負けたんですよ。絶対負けるんで今回から。 あ、そうなんですか。このバージョンからはもうバニーはスパダに 100% 勝てるんで。いや今結構ね正解というか悪い選択肢じゃなかったんですが、うまくバニーを当てて一本立てからのミンチさんということで、いや、いい試合でした。なかなか素晴らしい、分かんないですね。さあどうなるか2試合見ていきましょう。西から青年足が空振っているぞ。青年足ってやっぱ横軸が薄いですね。そうですね、あそこをうまく使いこなせるかといったところでスーパーダッシュ当てて、さあ17度を読んで、これ一人でも長打からスライドを飛んでる、一人でもできる。そしてさあ大き攻めでね、17度を呼ぶと見せかけてバリアで相手のリフトを誘うという、そうね、この大き攻めが非常に強力です。ここはドラゴンラッシュが使ってしまうが、位置を入れ替えてコンボを決めていくのはウミンチのバーダック。さあこれで分かんなくなったな。ダブル M 消費から、あーでかい、ここはガーキャンをうまくガードしてめちゃ減ります。さあどうする、コンボの選択は、めちゃ減る、めちゃ減る。さあもちろん、あーこっちか、残しましたね、1足残し、あ、2足残ってる、2足残って、お受け攻め強力ですね。これどうするんだろうな。さあどうします、これは青年、あーっと何かが出なかったんですが、A 無敵技なのか、それともダッシュガードミスか、いろいろあったけど、ジャンシーを顔面ブロック石崎もびっくりということで、びっくり。さあ出てきたの18号だ。さあどうする、しかし使い込んだキャラなので連動はバッチリ。どうなる、元カノが助けてくれるのか。まあ、立川といえばこの18フリーザ、そうですね、18フリーザで今まで逆転してきたぞ。さあ 2D には、あー、うまいっすね、完璧な対策をしているのがウミンチュ。結構18号慣れしてるそうな感じあるな。そうですね、対戦したことないっていうのは、あれガードするとね有利になっちゃうので、そう、プライチなんですよね。基本的にはあれにはスーパーダッシュが基本的に対策となります。あ、さあ交代にも下がってみてから西を当てていく。さあ立川としてもかなりこれ面食らってるんじゃないですかね。いや、こいつでなっつって、そうですね、やはりちょっと青年が若干きつそうに見えますね、今のところ。レンドも、あーっと、偉いですね、偉いですね。立川側が今、ちゃんとパジー声をしてましたね。素晴らしい、偉いプレーがところどころ見えるんですが、ここはどうなる。さあ、じゃあうまい、ジャンプ D からアシストでうまく攻め込んでいく。さあ、有利、うん、あそこにもダッシュガードを仕込んでいくぞ。ダッシュガードすることによって低ダッシュがめくり、おーっと、偉い、ちゃんと調べてます。ドラゴンラッシュ投げるからとのエース系は強力なのですが、あれに勝てる方がジャンプエイドの知ってましたね、確か。さあ対策、これがプロの対策、そうですね、あれ知らないとあのままもう1ゲージ使って触られ格なので、あそこを調べるのが非常に重要です。ここはどうする。さあ今度も結構強いスパーキングでしたね。そうですね、スパーキング警戒したんですが、海内さんがそこはガード、とーもつれた。今あれですね、下受け身から護衛を押すかと思ったんですが、そこを押さずに、どっち有利なんだみたいな状況でしたが、タチが押し勝ちましたね。しました。さあどうだ、18号体力ないんでどうすかね、下げたい、あーっと、ここはドラゴンラッシュを当ててミスらなければ、さあ21号が倒しきるでしょうと。しかしフリーザにはスパーキングがあります。確かこれ残しましたね、スパーキング。なるほど、うん、大将のフリーザに多分託した感じがあります。うまい、 2D から、さああれはバリアですかね、バリア18号から吸収した技、21号がバリアスから珍しいと言ったら、あ、ここは、あ、これはまずいぞ。タチタチタチ、まさかのスパーキングを残したまま、タチお前、スパーキング残したまま死んでしまわれ、タチ死んでしまわれた。勝っていったのはウミンチュさんですね、おめでとうございます。残したのがタチ、